ヒクイドリは、長高ヒクイドリ目、ヒクイドリかヒクイドリ属に分類される鳥類。別名オーストラリアヒクイドリ、オオヒクイドリ。インドネシア、オーストラリア北東部、パプアニューギニア。セラム島に移入、定着。インドネシア、ニューギニア、オーストラリア北東部の熱帯雨林に分布し、オーストラリアでは、標高1100メートル以下、ニューギニアでは、 標高500メートル以下に好んで生息する。かつてはもっと広範囲に生息していたと推測されているが、他の総鳥類と同様、熱帯雨林の減少と移入動物の影響により、個体数が減少しており、絶滅が危惧されている。森林が減ってきていることから、ヒナが生き残る確率は1%以下という、研究結果も発表されている。和名は、過食鳥の意味であるとされている。 火を食べるわけではなく、喉の赤い肉水が火を食べているかのように見えたことから、名付けられたとの説が有力である。日本にもたらされたのは、江戸時代初期の寛永12年に、平戸藩により、江戸幕府に献上されたのが最初である。記録には、他町とあるが、明らかに低い鳥のスケッチが残されている。その後も、オランダの貿易船により持ち込まれた。黒い羽毛、赤い肉水。 青い首に大きなトサカと特徴的な外見を持つ、スパイクのような爪を持つ、低い鳥の足低い鳥目最大種。地球上では2番目に重い鳥類で、最大体重は8 5ラム全高1 9 0センチメートルになる。一般的な全高は127から1 7 0ンチメートルメスの体重は約5 8ラムオスの体重は 約29から3 4ラムである。やや前鏡になっていることから、対抗はエミューに及ばないが、体重は、原生鳥類の中ではダチョウに次いで重い。アラビアダチョウ及び、ニュージーランドのモアが絶滅して、以降は、アジア最大の鳥類である。頭頂に大型で扁平なカブト状の角質突起がある。頭部から頸部にかけて羽毛がなく、青い皮膚が裸出する。頭に、 個質の茶褐色の土砂かがあり、藪の中で行動する際に、ヘルメットの役割を果たすもの、また熱い熱帯雨林で体を冷やす役割がある。毛髪状の羽毛は黒く、硬くしっかりとしており、翼の羽毛に至ってはうじくしか残存しない。顔と喉は奥、喉から垂れ下がる2本の赤色の肉水を有し、体色は、極端な性的苦手は示さないが、メスの方が大きく。 長いと坂を持ち、肌の露出している部分は明るい色をしている。幼鳥は茶色の縦縞の模様をした羽毛を持つ。大柄な体育に比して、翼は小さく飛べないが、脚力が強く時速時速 50km 程度で走ることができる。三本の指には大きく丈夫な刃物のような 12cm の爪があり、鱗に覆われた頑丈な足を持つ。性質は、 用心深各臆病だが意外と気性が荒い一面がある。この刃物のような鍵爪は人や犬を刺すなどをして殺す能力もある。低地の熱帯雨林に生息する。主に単独もしくはペアで生活する。オスと幼鳥、低い鳥族の鳥が好む小花見ふくらぎの果実。食性は果実を中心とした雑食性で。 森林の臨床で落ちている果実を採示し、大きな種子を持った果実でも追番で丸飲みする。1日に5キログラムの餌を必要とし、そのために1日に2 0トルも歩き回る。ヒクイドリ族の鳥には、他の動物には毒性を示す強畜カミふくらぎ、族の小ナミふくらぎという植物の果実を安全に消化する能力がある。果実と一緒に飲み下された種子は、 糞とと共に排出されることで芽吹き、低い鳥族の鳥の移動と共に広範囲に種子が散布されるので、果実食の習性は彼らが生きる森林を維持するのに重要な役割を担っている。カタツムリや小型の哺乳類の死骸も食べる。菌類や昆虫類、小さな甲殻類も捕食する。繁殖期は6から10月。オスは地上に。 双本植物を使って5から1 0トルの厚さで、幅が最大1 0 0トルほどの巣を作る。メスは1 3 5 9 5トルほどの大きさの卵を1回に3横散乱する。卵は表面がザラザラしており、最初は明るい薄緑色で、時を経るにつれ色あせていく。メスは卵を産むのみで、散乱後は別のオスを探しに立ち去る。オスが卵を放卵し、 ヒナを単独で育てる。卵が飼えるのはおよそ2ヶ月後で、十分な餌が取れないオスは、その間、体重が5キログラム前後減る。ヒナは、産毛もなく、トサカは生えかかった程度である。ヒナにとって、オオトカゲが天敵で、オスはオオトカゲを威嚇して追い払う。成長したトサカが生えるまで3、4年かかる。繁殖期の間、とどろくような鳴き声やシューという鳴き声。 もしくはゴロゴロというような鳴き声を発する。幼鳥はオスを呼ぶために高い音程の口笛のような鳴き声を頻繁に発する。食用とされることもあり、成長は銃などによって狩猟され、ヒナは捕らえて生育してから食べられることが多い。森林伐採、農地開発による生息地の破壊、食用の狩猟などにより生息数は減少している。一方で近年の調査では、 生息数が従来考えられていたよりも多いと推定され、2017年現在は絶滅の恐れは低いと考えられている。オーストラリアではサイクロンによる影響も懸念されている。日本では低いドリカ単位で特定動物に指定されている。ありがとうございます。